さあね、始まりましたナンパ船ドームラボ。建設のアルバイターなんかちょっとね、やっぱり、負けちゃっててね、あまり良くない調子で、武器もね、きついんだよこれ。ヘルビーでしょ、レースシューター、そして竹で、レースブラッドこれはきついよ。これはかなり上手くないですね、絶対勝てないんで。どうなるよね。パワープラスっていう感じで倒せないです。掃除なんかをするのはいいと思います。伝説何歩だったんだろうって思ってた。まあ一応これスペースシューターと竹さえうまく立てるんだけど、この二人がやっぱりキーマンだからね。裏に期待したりするだけです。勝利できたかな。では他の
かなりチームワークが良かった感じですよね。お、満潮じゃなくて干潮だね。エスブラックなんでね、ちょっと控えめに行かないといけない。補助金に追いかけに殺されたところにある細かいところの作業ができないので、ただタワーは見てるかもしれない。こんな感じだよね。ウェンコアってやっぱり環境が一番なくなる。伝説20しか増えなかったね。いつも通りだね。さあ次のバイトに行こう。
やね。連勝といきたいところですね。スペースシューターだね。一番機動力があるんで、即座にね、タワーとか倒しておくっていうのは、勝ちパターンだね。倒しておく。じゃあ続いてだ。せめて横綱ぐらいまで行きたいですね。雨なんでね、洗濯物が甘いんだよね。使いたいな、竹。意外とね、私、竹好きなんですよ、ハイドランドの、そうっすI'm not going to do it.
使いやすいとか使いにくいとかすごいあるから助けるべきだったね。判断のミスでした。残念。
さあ、続けよう。
バラ出ないと思ったんですけど、この辺とかで、おぉ、やられるパターン。ゴングラコは頼むよ。さよなら。全然レコーディングを忘れてました。無事かっす。負けだ。ゴングラコなんてね、私も興味出すと無水ですけど、今回はこうチームが強いって負けそうです。さあ、カタカナね。カタカナ2体。ナイス。めちゃくちゃいいフォローってますね。後ろからフォローがあって、これで命中力が入ってます。でカメライドいいね。満潮カメライドはかなり使いやすい。だって気にもよるんだけど。このだけだ。これはあんまいいね。
サイズやもん。彼がやばい。
これ見てみると始まった音楽で音が聞こえないっていうね、そこだけが難点ですね。夜酒だ。うわー、こりゃきついな。この武器構成でいけるかね。これでかい、強いの金だけを狙わないと、これがあるね。もう取られるからね。好きだよね。落ちていく。落ちた落ちた。これは引かないと絶対に引かない。運動状態で。コースはやばい。
そうだな。勝ったな。じゃあ、敵中生なんて言ってた。あと一人。これやばい。自分を犠牲になってとりあえず今弾は入ってる味方を犠牲するって言ってたけど、さあスペース中間なんとか最終分まで見つけたんだけど、これでも強いからな。これ使って倒したいんだけどね。倒せない。確認だよ。掃除機をまだ半分ぐらいしかやってないんだけど、さっき負けちゃったんでね、なんとかねラッシュはね耐えたんだけど、またかいるか、お酒の処理ですね。
何もできない。これは何もできない。残念。全然レコーディングを忘れてました。無事勝った。負けだ。ドンブラコなんてね、今日ってやっぱ無水ですけど、今回はこうチームが強いので、負けそうです。さあ、パタパタね。パタパタ2体。ナイス。今めちゃくちゃいいところを過ごして。後ろからフォローがあったので、命を入れたり、入ってます。入れるところは出てるところでカメライドいいね。満潮カメライドはかなり使いやすいです。だって気にもよくない。ボロだけだ。これはあんまいいね。入れない。これは早く取る。
回ほど。
ことでね、時間がもったいないんでね、掃除機をかけて。うせよ。始まった音楽の音が聞こえないっていうね、そこだけが難点ですね。夜酒だ、まあ、これはきついな。この武器構成でいけるかね。これでかいです。強いの金だけを狙わないと、ね、これがあるんだよ。もう捕らえるからね。さっきだよね。落ちてる。落ちた落ちた。これは捕まえてめっちゃ時間。運動状態いい。
ですよ。ダメだ。掃除機をまだ半分ぐらいしかしてないんだけど、さっき負けちゃったんでね、なんとかねダッシュはね耐えたんだけど、またかいるか、お酒の処理ですね、さっき投げてこれは何もできない。残念。